皆さんこんにちは、私のチャンネルへようこそ。ドジャース7、ーレーズ、23日、日本時間24日、ドジャース・スタジアム。ドジャース・大谷翔平投手、30、が、本拠地でのレーズ戦でメジャー史上6人目の40本塁打、40投塁を達成した。出場126試合目での到達は6年、アルフォンソ・ソリアーノ。 ナナショナルズの147試合を抜いて史上最速での達成となった。動画大谷翔平、さよなら満塁弾で40から40達成。大谷は1番 DH で出場し、4回に右前打で出塁後に今季40個目の投塁となる2投を記録。そして3対3の9回にし満塁で迎えた第5打席。6番手サワンポシェの初級スライダーを捉え、 宇宙間へ歴史的なさよなら満塁本塁打を運んだ。打球速度105、1マイル、約169、1キロ、飛距離389フィート、約119メートル。本塁打は4試合ぶりで、満塁弾は昨年の8月以来、通算3本目となった。この日は5打数2安打4打点で、今季打率2割9分2輪、40本塁打、92打点、オプス。 992これがシーズン129試合目で、本塁打と盗塁はいずれも年間50、2本、5ペースとなり、史上初の50から50の達成も見えてきた。ロバーツ監督は試合後の会見で、40の40とさよならグランドスラムを同じ試合で達成。野球に台本はないけれど、台本だったらこれ以上のものは書けないよと称賛。 今まで40本塁だと40盗塁を同じ試合で達成したことがあるかはわからないけど、さらにグランドスラムまで。まるでおとぎ話、一生を忘れることはないだろうとした。盗塁に関しては、足のケアをしっかりしているし、相手投手の研究もしていて、良いスタートを切れている。今では成功率が高く、エリートなベースランナーだ。 試合に出ればいつだってデンジャラスな選手だとコメント。50から50を達成する可能性には、今まで誰も達成したことないんだよね。まだ1ヶ月以上残っているし、彼ならどんなことでも不可能じゃないよと話した。先発、右腕ミラーは、大谷と同じチームでプレーすることに最高だよ。あの場面で打ったらクールだねって思っていたんだ。本当に特別な選手 本類だの場面は当番後のケアをしていて裏でテレビで見ていたんだ。あの場にいたかったよと笑った。どう思いますか気に入っていただけると嬉しいです。また次回お会いしましょう。